日本兵庫県神戸市タルミ区筒子が丘筒子が丘は兵庫県神戸市タルミ区にある町名1丁目から7丁目がある郵便番号は655-08532005年10月1日現在の世帯数は1616 16人口は男性2179女性2513で合計4692ルミ区の北東部に位置する 主に、妙谷町の内透明、活量地区の福田川左岩の一部を、東急不動産が開発してできた住宅団地である。面積は55ヘクタールに及ぶ。東は、妙谷町、下畑町の角飛び地部分と桃山台、南、西は、妙谷町、北は、須磨区菅野台に接する。一番整理済み区域である。三丁目に、神戸市立つ地が丘小学校がある。 1980年に、明谷町寺公祖、阿佐西の子、阿佐小川、阿佐大家国、寺、丸田、阿佐八代谷、下畑町の各一部より、筒子が丘一からに、四丁目が成立した。1981年に、明谷町、下畑町の各一部を編入して、一から七丁目となった。 1983年から1984年に一部が桃山第一から七丁目となった。1985年から1986年に妙谷町の一部を編入した。筒字が丘となった妙谷町の小技のうち、西の湖、大家国、丸田、八代谷などは、現在公園や橋の名前として残されている。たるみの今と昔では、 従前地の植生のツツジにちなんで命名したのではないかとしている。山陽バス、神戸市営バスが路線バスを運行している。山陽バスは地域と山の神戸空港方面を高速バスで接続している。辻が丘、ジが丘2丁目、ジが丘3丁目の各停留所がある。私立小中学校に通う場合、校区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。